ぶんちゃんのオタク訪問、イエーイ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、住宅街なので静かめに喋っております。はい、はい、さあということでですね、はい、本日はどちらのお家に来ているのでしょうか。弁明四天王の一人、はい、おバスト文語調べですよ、はい、文語調べ、バスト84、はい、ウエスト60、はい、ヒップ83、はい、おナイスバディ、はい、アイスドールでおなじみの泉ゆき子プロです。わー、泉プロよく引き受けてくれましたね。いや本当ですね宮内梢プロがですねゲストに来ていただいた時にひたすら秘密を暴露して帰るというね損しかないです今のところでも実は私ママ友なんですよ、はい、わそれはもう素晴らしいですね、まあ、でもちょっと正直距離があるんで、はい、早森さん的な、はい、私の中では、はい、今日縮められたらいいなと。そうですね、今日機会に、ね、縮めましょう。泉さんちょっとなんか近寄るなオーラすごいんですよね私。なるほど、じゃあ縮めるかすっげー離れるかどっちかですね。どっちかです、今日2択頑張って縮めましょう。縮めます、よろしくお願いします。はい、泉ゆき子プロでございます。日本ブランド冷麺のいらっしゃいませ、はい、泉ゆき子プロです。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。元レースクイーンのお宅に。お綺麗ですね失礼します。はい、早速お邪魔いたしましょう。失礼いたします。めっちゃいい匂いする、はい、わー本当だ、すごくいい匂い。女の匂いがする。女の匂いという言い方はどうかと思います。男の匂いがしない逆に言うとね、逆に言うとですよ。失礼いたします。わーでも本当にとってもいい香りですね、お部屋。あー、広くない？広いですね。ちょっと見渡す限り。なんかさ、女流プロのお宅訪問やってるとさ、はい、やっぱ女流プロって稼いでんのかなって思っちゃうよねすごい広いじゃん、家が。それは文語プロが分かることなんじゃないですか、はい、まあ、ぼちぼちねぼちぼちね、まあ、私はすごい安いキャラで使われてるんですけど、竹書房様にすいません、本当にすいません。今日も食パン1枚でやっていただいてますすいません、ほんと綺麗ね。すごいですね。そこに、はい、イデミさんの息子さん、はい、こんにちは。こんにちは。こんちゃん。こんにちは。クール。クールな感じで。こんにちはしてって言ったじゃん。やばい、ママ感出てるね、すごい。かわいらしいですね、こんちゃん。早速、はい、いろいろ物色していきたいと思います。はい、もういきなりこの壁。はい。はい。はい、殴られてますあれどうしたんですか急にこの壁。でもこの高さって、はい、あれですよね、息子さんですか。じゃないです、じゃないですよね、はい、元彼さんとかが。嘘でしょ壮絶ちょっと待って、元彼さんが上行くだけなんですけど下も行ったんですね。下も行きましたか。私は蹴りかもしれないけど、はい、見た瞬間絶対子供がやったんだろうなと思ったら、お子さんがね、いたずらしちゃう感じもあるじゃないですか。違うか、なんか結構、はい、私の元彼さん、はい、暴れる人が多くて、はい、そこの暴れる人が多い。ここの壁、あ、男も悪いな。なんかそれだけ色違うじゃないですか。確かに違いますね。バンバンバンって3つくらいあってでっかい、はいはい、でそれをちょっと知り合い頼んで直してもらったんで、はい、ここだけ色が違っちゃったみたいな本当だ、ここだけすごい大きな絵を飾ったみたいなすごい面白いね、こんな暴露してくれる、ね、すごいですよね。とてもありがたいんですけど、文吾さんの距離がちょっと離れた感じがあって頑張ってください。文吾さん突っ込んじゃいけないところ突っ込んじゃったなと思って。私はここからいい話、はい、エピソード、はい、子供がさとか言って、ね、はい、聞けるかなと思ったら、はい、まさかのバイオレンスの証拠はい、あのケーキ食べたい。そうだよね、ケーキ食べたいよね。え、なんかぶんちゃんに酒出そうと思ってたら、はい、酒飲まないって聞いたんで、はい、甘いのなら食べるかな。あー嬉しい。なんか、いや、意外に優しいです、ね、意外に優しい意外っていうと普段から優しいんですよ。普段から優しい、はい、すごい、はい、わあ。ちゃんと ケーキで落としてよ、はい、ねえ、遊戯を払ってよ、ケーキ代。わかりました。もう今カメラを持つ手が震えています。だってこれ1個さ、はい、600円以上するやつ。へぇー、かっちゃん、これがいい。じゃあお皿持ってこようか。かっちゃんもお手伝いしてくれる。うん、あー、いい子だ。いい子だね。マージャン遊戯王史上初のほのぼの手が取れるね、はい、そうですね、こういうのがいいよね、はい、マージャン遊戯王を基本殺伐としますはい、はい、これ持ってって
といてテーブルの上に優しくね、優しく置いたぜ優しく置いたぜ俺置いたぜ置いたぜ。いやもうほんとね、こんなね、ねえ、いやほんとに嬉しい。いやいいんですか、私選んで。私メロンがいいっす。まあ、すごい、本当に選んだ。本当に選びましたね。私高野のメロンのケーキが一番好きで。私も高野のメロン。あ、じゃあすいません、いいです、いいです、お客様なんで。これがいい。さっちゃんはね、いちごにしようね。あ、いちごさんにしよう。ぼんちゃん、いちごさん、ちょっと汗止まんないんで、うん、このこれ使っていいですか。あ、どうぞ。いや、さすが、さすがですね。あるものはすぐ使える、サバイバル術。だったらカシミヤのティッシュ出してくれるんですけどね。なんでそこでこういう企画出すんですか。持ち出されてる人に対してなんで切りつけるんですか。やっぱ泉さんのイメージが180度ぐらい変わりました。変わりましたね。今までどんなイメージだったんですか。ちょっと宮内さんの方が辛みやすさでは上だったんですけど、泉さん、はい、今泉さんの方が上になりました。ケーキで釣られて物で物で上回りましたね、はい、泉プロが準備してくれてる隙をついて見回ります。行っちゃいます。行っちゃいましょうか。あそこ、はい、行っていいですか。私どこですか。恒例の皆さんが気になっている、はい、行っちゃいます。アイスドール、はい、泉由紀子の、はい、下着チェック早い。下着に踏み込むのが早い。それはゴンちゃんのスプーンを落としますよショックでスプーンを落としますよ。これゴンちゃんの、ま、ママの下着チェックだよ早くないかなってママの下着見るなってそうですよ。いいっすか泉さん、どうぞ。奥っすか。噂の場所っすか。奥っすか。奥で、はい、すいません、カメラ NG で、はい、カメラ NG なんで、カメラ、あ、わかりました、一切 NG なんで私だけが入って、はい、じゃあすいません、はい、どこから入りましたっけ。ここら辺から。あら、あ、じゃあ開くんですね。じゃあ開くときはね、こっちにしますからね。はい、じゃあ行きます。はい、あ、すいません、行ってきます。いらっしゃい。あ、無事に今文吾さんが潜入いたしました。下着チェックとかあるんですね。知らなかったから。そうなんです。もっとじゃあ、はい、綺麗な下着だけにしとくのすいません。聞こえますか。あ、聞こえます。はい、はい、黒とかベージュとか、はい、シルバーとかを想像してると思うんですよ、皆さん、視聴者の皆さんも。そしたら、はい、上下バラバラまさかの上下バラバラの上に、はい、なんか白とか水色の方が目立って、はい、あ、下着では乙女なんだなと思ってちょいちょいマウントを取るコメント、はい、でもすごい清楚な感じの下着ってことですよね。いや、清楚系ではない清楚系ではない白なんか、はい、どっちかっていうと19歳ぐらいがつけてそうギリ未成年ですよ。の、はい、好んでる傾向がありますなるほど、まだお若いということですね。そう、で、結構紐系、はい、あら、大胆。じゃあちょっと待って、あ、まず、はい、セットじゃないのはセットじゃなく置いてるだけで、はい、なるほど。セットものはある。そうですよね。ある、はい、あ、ちょっと隠しすぎ、はい、で、さらに、はい、19歳、あのね、意外と高いからね、私の下着19歳とかじゃないすいません、見た感じは、はい、なんか、嘘、そんな違うじゃなくない。違う、安っぽく見えるって言ってるわけじゃなくて、はい、柄を選ぶ柄が19歳っぽい、なんかチェックとか。なるほどなるほど。チェックなんてあった。ちょっとリライト、リライトが入りますよ、はい、怖いよ、はい、確認が入りますよ。怖いよ。ちょっと、はい、はい、すいません、はい、行きましょう、行きましょう、はい、呼ばれました、今呼ばれましたよ。じゃあちょっとね、インテンション聞いて。はい、聞きます。じゃあ私、上の部分しか見てなかった。あら、触っちゃいけないと思って、はい、開いてなかったの。チェック不足ですよ。はい、やっぱね、はい、前方を見たら、はい、泉由紀子の下着だったどうや、これが泉由紀子の下着やと。ごめん、はい、全部さっきのカットして。あ、わかりました、訂正しましょう。違う、訂正します。なんて言うんだろう、あのエメラルドブルーエメラルドブルーさっきとは全然印象も違う下着が。違う、泉さんが終わったらどんどん広げて今見せてくれすごいショータイムじゃないですか。ブラジャーのショータイム。ブラジャーショータイム。いや、赤も、いや、すごい。しかも、はい、みんなに言いたいのが、はい、でかい。でかい。なるほど、それはもうね、でかい。さすがのナイスバディでございます。ユニクロのブラ付きのタンクトップ着てる私とは違う。全然違いましたね。はい、上積みしか見てなかったから。でですよ、もう。あ、反論です。ちゃんと見ないでリポートしたら皆さん勘違いしちゃいますから。触っちゃいけないと思った。はい、さすがに人のブラジャー。そしたら今もう泉さんが、はい、ほら、こう言って、これ見て
これだぞと、はい、だってなんか19歳納得いかない、はい、先生そうですよね、そうです、よく見たらチェックって言っても、うん、チェックの下に花びらのついたフリルたちが待ってて、はい、これ邪魔じゃねえのかなって私ね、はい、普段からユニクロのブラつきのタンクトップ着てる私としては、はい、まあ、装飾品いらない。いらない。今度私が入れ替えてきたね。ブラつきのタンクトップに変えておきますか。ブラつきのタンクトップに変えておくわ。あと、ユニクロのボクサーパンツ。なんで、なんかスリムよりも効率を求める下着にしちゃうんですか。キッチン、うわ、キッチンじゃない、はい、キッチンお邪魔いたします。これ、はい、料理してる人の。ああ、キッチン。すごい綺麗。はい。泉さんがいないうちに、あ、何いいですか、え、詰まって開けて、はい、あ、綺麗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 、あ、綺麗じゃないですかね、ちゃんとね、綺麗に使われてますよね、綺麗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 、はい、もしこういったレンジとかがベトベトの場合すぐブーゴさんが反応するので、はい、いや、ちょっと怖い、これは綺麗、全然別にそんな、で、ちょっとあの冷蔵庫の中は見ちゃダメってことなんで、はい、私が一人で、わかりました、じゃあリアクションだけ撮らせていただきますね、はい、え、なんでこれ見しちゃいけないんですか、全然綺麗じゃないですか、え、そう、え、めちゃめちゃじゃん、いや、ごめんなさい、先輩だからちょっと思ったんですけど、うん、めっちゃ汚いですなんでさっきから一回間違ったリポートするんですか、ダメでしょ、やっぱ距離があるから、はいはい、あのね、はいはい、だったら訂正しちゃダメですよ、あのね、はい、いい感じで、あの、お母さんなの、お母さん、あ、だから別にその汚いっていうのが、はい、その、なんかゴミがすごいとかじゃなくて、うん、じゃあ汗すごいから暑いから、はい、なんかもらっていいですか、あの拭くやつキッチンペーパー、キッチンペーパーもらっていいですか、キッチンペーパーでいいですか、あー、すいません恒例なんでいつも、そうですね、暑、はい、いんです水分はよく取れますからね、はいはいはい、キッチンペーパーあのね、はい、失礼します、見ないでよ、イーピンク、はい、こっちにしてます、大丈夫ですよ、ここにもアベマくんの水がある、ほら、アベマくんの水は皆さん持たれてますね、はい、あ、でもすごい調味料あって絶対に料理してる人の冷蔵庫だ、これやっぱお母さんをちゃんとされてるということですよね、うんうん、多少はいや、ちゃんとだってバーモントカレーのルーも甘口だもん、うん、子供いるから、うん、本当だったら辛いのが食べたいのに、見ないで見ないで、はい、見ないで見ないで見ないで、はい、あ、なんかこれもう明らかにお客様からいただいた差し入れたちが入ってますね本当だ、ピクニックのそれは正しいんでしょうか、いや違う、牛タンは普通に自分で買った、自分で買ったのか、買いました、はい、あ、いい感じ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 、はい、ちゃんと野菜もいっぱいちゃんと保管されてる、うん、あ、泉さんしっかり料理してるじゃないですか、ね、そんなにしてないんで結構ね傷んじゃうこと多いんだけど、これ見ちゃっていいんですか、見ていいんですか、下とか、え、それまさかここまでチェックするとは思わなかったですよねすいません、基本丸裸にする姿勢なんですよ、え、でも、はい、キッチンめっちゃ綺麗ですよ、はい、ほらね、流しすごい綺麗にされてますね、いや、これは、はい、いつも普段からこんな感じなのか、それとも私が来るからこんな綺麗にしたのかちょっと分かんないんですけど、まあ、全然来るからです、あ、本当ですか、でもちゃんとこうやってね、取りやすくされてるし、うんうん、されてますもんね、あれどうしました、泉さん何が欲しい、ハンドソープないですか、ハンドソープはね、こっちにはない、いや、だってここで、例えばハンバーグこねて手が油まみれになったら、うん、なんで洗うんですか、あっちにわざわざ来るんですか出ましたいました、ここにも、はい、いましたね、ジョリープロあるある、はい、キッチンでハンドソープ置かない女、あ、そう、見つけました、早川凛香、はい、相内芳恵、はい、あといましたっけ、そのお二人が顕著でしたね、その二人についで、はいはい、泉さん見つけました、見つけました、ここにいました、いましたね、でも新しいパターンですね、あのここでジョイを使うんじゃなくて一回一回ちゃんと手を洗いに行く、あっちに洗いに行くという洗面所にね、はい、パターンのね、はい、なるほど、うん、これもう文語チェック厳しいんで、はい、キッチンにハンドソープ、そう、はい、今度買ってきますよ、私今日のお礼に、どうもありがとう、はい、怖い、あの、なんでかわからないんですけど、はい、文語さんはあの主婦代表みたいな感じで見ちゃうのですいません、はい、いや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 、でもね、すごく綺麗なお宅で、はい、え、ちょっと本当キッチン予定になかったんで、もうそんなもんで、そんなもんで、はい、撤収命令が出ました、撤収命令だよ、もう、はい、スープロから撤収命令出ました、うん、あ、ボトルの裏も綺麗、あ、ボトル裏ボトル裏をチェックするって相当ですよ、じゃあみんなで食べながらお話しさせてもらいましょう、泉さんってぶっちゃけ一番稼いでた時って何歳ぐらいの時なんですか、一番稼いだ時。